H&KG3SG-1 は、ドイツの H&K 社が製造する、スナイパーライフルであり、その特性から厳密には、マークスマンライフルに近い存在である。SG とはドイツ語で、シャーフスセンジャウェアの意。H&K 社の製造する、G3 アサルトライフルのうち、死者で高成績を出したものを生産ラインから選抜し、 カールツアイス製1.5から6倍可変スコープと、その専用マウント、チークピースと2段階調整可能なバットプレートを備えた、通常型より少し長い重傷2脚などの各種、狙撃用装備を装着し、狙撃重仕用としたものである。トリガーグループには専用のセットトリガーが使われており、これは、セレクターを半自動とした時に限り、 トリガー後方のボタンを押し込むことで、トリガーシアを解放する寸前の状態まで後退させる機構で、この状態からは1ポンドの力でトリガーを引くことができ、わずかな動作で射撃が可能なため、狙撃時の腕のブレを最小限にすることで精度の高い射撃を可能とするものである。元になるフレームがアサルトライフルのものであるだけに、精度的には狙撃に用銃に劣るものの、 ベースとなる G3 アサルトライフル自体の精度が高いことや H&K 社の開発した G3 の狙撃専用発展型である PSG1 に比べ安価なことから軍や警察の狙撃班に少なからず採用されている。また、ベースの G3 と比較して2脚の分ハンドガードが持ちにくい、スコープのせいでアイアンサイトが見にくいなどの問題点はあるものの、 PSG-1 と異なり、フルオート射撃機能も残されているので、アサルトライフルとして使用することも可能である。使用する弾薬は、G3 同様 7.62X51mm、ナトダンなので、スポッターとの同行を前提とした遠距離狙撃よりは、レンジの短い紫外狙撃戦や、 日本での64式 7.62mm 小銃に対する64式 7.62mm 狙撃銃などと同じようなマークスマンライフルを想定した作りと言える。G3 の狙撃型としては他に H&KMSG90 が存在しているが MSG90 は外観が禁じしているものの PSG1 の発展型であるため G3 とは 内部構造が異なっており、本銃のバリエーションには分類されない。G3 の使用弾を 5.56X45mm、ナトウ弾とした HK33 にも、本銃と同様の狙撃銃使用とされた HK33SG-1 が存在する。ドイツ連邦軍では、この SG-1 のほかマークスマンライフルとして、 G3A3 にエンソルト Z24 スコープを搭載した狙撃仕様が使用されており、一部の銃はスコープを新型のものに変更、ハンドガードをピカティニーレールを備えたものにするなどの近代化階層を施されて使用されている。それら G3A3 の狙撃仕様と G3SG1 の相違はトリガー後方のセットボタンとチークピース付き、 ロングストックであるが、狙撃用に特化した特殊機構を持つトリガーグループは、暴発事故を発生させたこともあり、軍用銃としての粗雑な扱いに適さないと評価されたため、トリガーグループを通常型に交換した SG-1 も存在している。チークピース付きストックを通常型ストックに変更した個体もあり、外観から SG-1 と ZF を識別することは、 困難な場合がある。また、二脚は、通常の G3 にもオプションで装着できる上、折りたたんだ状態の二脚を収納できる、へこみのついた、ストレートタイプのハンドガードは、G3 の後期生産型では、標準となっているため、この点のみで、SG1 と ZF を識別することはできない。ドイツ連邦軍ではこれらの後継として、 アメリカのアーマライト社の AR-10 をもとに、H&K 社が開発した 7.62mm 自動小銃、HK417 の発展型である反、自動式狙撃銃を2011年に G28 として採用し、今後は G28 への更新を進めていく予定である。ハクプロ、S ワールドオブ HKG3SG1 このか。 MSG90 のロアレシーバー及び、ストックと G3 のアッパーレシーバーを組み合わせ、コッキングハンドルと重心を改良した暫定型とも言うべきモデルとして、MSG3 が存在しているが、この銃も本銃のバリエーションには分類されない。ありがとうございます。